はい、皆さんいつもありがとうございます。企業家支援アドバイザーのマカリオです。はい、またちょっと数日動画いっちゃいましたが、 Facebook やブログに書いたんですけど、映画、皆さん映画お好きですか？映画関連のさ、ポスターとか販促品、まあ非売品、一部その販売されてた商品もあるんですけど、ものすごい大量にあって、もうコンテナいっぱいにあってですね、20年だか25年放置されたまま、まあ、あるんですよね。で、そのまあ持ち主さんからまあ処分したいっていうことで相談を受けてですね、お邪魔したんですけど、もうその量に圧倒されてですね、でそもそも僕映画に興味関心がほとんどなくて、というか特にその昔の映画ですよね、いくつか知ってるタイトルはあったんですけどまあ洋画から邦画、そしてアニメからですね、ただその保管状態がまあコンテナの中で、そして20年以上放置されてましたので、ポスターとかはですね、もう本当にその保管状態が悪くて、さあとこれどうしたもんかなと、その輸送だったり整理整頓、まあこれを販売するっていうことになるとね、出品っていうその流れを考えただけで、これ膨大なお金かかるなと、だいたい重量計算すると10トンぐらいあるんじゃないかって言うんですよね。で、まあその商品がそのなんでそこにあるのかっていうと、まあたまたまコレクターの方がね、その20何年か前に亡くなってしまって、その家族の方がまあ興味関心なかったんでしょうね。そのいや分かるよね。例えば僕はさ、ワンピースのシャンクスのフィギュアを中心にすごく集めてるんですけど、さ、うちのパートナーにしたって家族にしたって全く興味関心ないわけですよね。僕が死んだ後にこのフィギュアどうするんだって言ったら、やっぱ困るわけですよね。あの、もう押し入れいっぱいになってるんですよ。一つの大きい押し入れはもうフィギュア入れとかになっていてですね、完全に死んでるんですけど、でそれがその、何フィートコンテナかなに、まあ、いっぱいあるわけですよね。その家にあったやつを運び出して4人で、作業して、まあ、かなりの日数かかったと。その積んである棚を見てもですね、やっぱコレクターの方なんで、ものすごく丁寧にその整理整頓されてるわけですよね。いやこれ大変だったんだろうなと思ったんですが、まあ、その生前整理ってすごく大事だなって、どこが着地点なんだって話なんですが、でもね、こういう商品だからこそ、まあ、僕これクラウドファンディングがいいんじゃないかなと思っていて、その昔の映画、まあ、昔に限らずね、映画のファンってたくさんいらっしゃると思うんですよ。で何枚かポスターあげたんですけど、もう今亡くなってしまったその女優さんだったりね、俳優さんだったりが写ってるポスターだったり、その反則のチラシだとかがあるわけですよね。でその初めて見た映画っていうのもきっとあるんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと確認しただけで、一番古いのが1958年っていうのがあった、その前もあるのかもしれないんですが、もう入れないんですよね、膨大すぎて。なんか今日の動画うまく伝えられてるかわからないんですが、まあ、ちょっと Facebook だったりブログだったり見ていただくと、ああこれ大変だわと思っていただけると思うんで、リンク貼っとくんで見てほしいんですが、で、まあ、そんな会話やりながらですね、なんか日々いろんな案件が持ち込まれてとても嬉しいんですけど、僕たちはその他人やね、社会のプラスやマイナスを解決した対価で報酬をもらうわけですよね。で改めて思ったわけです。この要はそのコンテナ、土地を提供しててね、そのコンテナをその20何年間もその親戚だから置かさせてあげてるんですけど、まあ、そこっていうのはその運送会社さんのあるスペース一角になっていて、ただもういい加減ね、その自分もいつなくなっちゃうかわからないから、もう片付けておきたいんだよねなんていう話だったんですが、僕はそのまあ、オーナーさん、クライアントさん、持ち主さんのですね、そうプラスやマイナスを解決できるのかと、解決できなかったらその僕もビジネスにならないし、一円にもならないわけだし、そのせっかくね、いろんなところに聞いて結構やっぱり困ってたらしいんですよね。で僕もじゃあ、いやちょっとこれ厳しくて無理ですよねって言っちゃったら、がっかりすると思うんですよね。でやっぱり僕はビジネスを構築するプロじゃないですか、スルーできねえなと思ってですね、でまあこれ、まあクラウドファンディングのプラットフォーム、これはもう西野さんから本当にアイデアもらったんですけど、まあ、そういうやり方でこれは持っていくしかないのかななんて思ってるんですけどね、きっと喜ばれるんじゃないかなと思うんですよね、映画ファンの方だったりね。
でその作品の価値はやっぱり僕たち分からないですから、つまりその作業を手伝ってもらう、整理整頓する中で作業を手伝ってもらうっていうプロセスにお金を払ってもらいながら、お金を払って作業を手伝ってもらうんですけど、その応援してもらった金額に応じて持ってっていいよっていうネットで見ると昔のボスってあってさ、数万円とか数十万円になってるようなやつもやっぱあるわけですよね。反則のチラシはね結構安くて300円ぐらいからとかだったんですけど、ひょっとしたらねお宝があるかもしれないし、そのお宝すら僕たちもよくわからないし、いちいちそんなこと調べてられないですから、きっとマニアの方にはたまんねえんじゃないかななんて思うんですが、そんなイベントをね、そのもうコンテナごと大型トラックで運んで、どこか体育館がいいですね、雨天でもできるようにね、体育館ぐらいあればですね全部あの整理整頓できると思いますんで、綺麗にね。だからまあ体育館の近くにそのコンテナ運んで、そこから体育館の中に全部運び出してね、整理整頓してどんな作品があるのかみたいなね、うん、で一応そのデジタルデータで記録だけしてですね、リターンはデジタルデータでもいいと思うんですが、なんかまあそんなことを、まあ、やれたらできたらいいななんて思ってますね。誰かやりたい方いますかあのやってほしいんですよね。もう率先してもう僕やりますって方がいたらですね、あのそこに至るプロセスのその段取りや費用みたいなものはですね、もう僕が全部交渉しますので、やりますので、ちょっとやってほしいな、リーダーシップを発揮してほしいなっていう感じなんですが、はい。で、昨日のメール前でも紹介したんですけどね、あのバオ君って11歳の不登校の小学生がいるわけですよね。彼すごいなと思って、たまたまさっき話した僕も西野さんのクラファンきっかけで、そのバオ君を知ったんですけど、で彼本出してですね、僕もその本だったりブログだったり読まさせてもらったんですが、どういうふうなその信頼関係のもとにああいう子供がね、ああいうふうに育っていくのかっていう、すごくとてもやっぱ興味関心があるわけですよね。もうねすごいんですよ、やることなすことで、それを支えているその家族というものがね、なんかその新しいものの見方として、その不登校って結構いますよね。で別にその学校に行けないから悪いって決してそうじゃないと思うんですよね。あのもともと昔の僕のパートナーでもあの小中引きこもりでみたいなね、あのいましたけど、やっぱ自力でね公認会計士とか取ってるわけですよねすごいよね。だからなんて言うんだろうな、いろんな選択肢があっていいなとやっぱり思っていて、シンギュラリティっていうのもまた Facebook でちょっと転載したんですけどね、まあ孫さん、孫社長がですね、まあ、最もその注目しているそのキーワードの一つだってことは、まあいろんなニュース記事でもピックアップされてますけど、そのこの未来ですよね。もうその人工知能がその僕たち人間を超えてしまう日が必ず来るわけですよ。もう その中では止められないんですよね。これがもう本当にその近い将来に来てしまうわけですよね。そうなった時に僕たちのその生活っていうのはガラッと変わっちゃうわけですよ。あの佐世保でしたっけ、ロボットホテルってあるじゃないですか。あらゆるその業界産業の中にその今人間がやってる仕事が代替されていくっていうね。でそれは決して悪いことじゃないと思うんですよね。もっとその違う、今までやっていたその仕事以外のことができる機会やチャンスもそこから生まれてくるわけですし、まあ、どの面にフォーカスするのかと思うんですけど、まあ、そんな最近はですね、まあ、今この動画を今日ご覧いただいている方は分かる通り、僕ももう頭の中がですねあっちこっちあっちこっちでですね、これを整理整頓していくっていうのがとても大変なんですが、ぜひおすすめなのはですね、一日時間を決めて考える時間を持つってことですね。もうその時間は何もしない、もう携帯電話とかもマナーモードとかにして、パソコンとかも閉じてですね、ノートと紙だけ用意するんです。もうであるテーマを決めたらですね、そのテーマに関してもネットで検索とかも一切しないんです。
まあ、僕の場合はね、設計図を書けって話をしてますんで、基本ビジネスモデルだったり LTV だったり PL っていうのをバーって書きながら、さっきのその映画の関連の話もそうなんですけどね、っていうのをやりながら、その1日僕はまあ10分10分は1ラウンドって決めてるんですけど、持たねえんだよ10分以上なんかタバコ吸いたくなったりさ、スマホが気になったりさ、って集中力がもともと飽きっぽいっていうのもあるんだけど、その10分だけはもう集中するわけで、この1日の中で僕は最低3ラウンド常にね、そのノートとペンを持って集中できる場所にいるかどうかわからないんだけど、その1日10分かける3回は必ずその時間を取ろうと、何をしてようが、出張に行ってようが、どこに行ってようが、僕具合悪くなることってあまりないんですけど、どんな状況環境であろうがってことはやっぱずっとやっていて、でぜひやっぱりね、これを皆さんにもお勧めしたいんですよね。何かテーマ、質問を決めて、その質問に対して考え尽くすっていうね、で肝はその時間を決めるってことで、尺を決めるってことです。僕の場合は1ラウンド10分ですけど、別に1ラウンド1分でもいいし、1ラウンド30分でもいいんですよね。ただもうその間はもう誰とも喋らないし、そのな、それしかやらないっていうね、やっぱりその起業家にとって最も大事なスキル、考える力っていうものもね、その Q っていうのは、その新聞だったりテレビ見てたり、誰か人が話してるのを聞いてて、これってどういうことなんだろうなとか、面白そうだなっていうことでもいいし、例えばその100万円を貯めるにはとかでもいいですし、100万円を運用するにはでもいいですし、何でもいいです、何かの新サービスについてでもいいですし、今日の夜の晩ご飯でも何でもいいんですけど、それを紙に書くってことなんですよね。Q を出したらその A を紙に書くっていうこのトレーニングが本当にその力をつけますんで、よく基礎土台がとても大事だっていうんですけど、一番大事なっていうのはその下地なんですね。そこの上にその準備をしていかない限りは、そのいきなり土台じゃないんですよね。例えばなんか田んぼや畑に家建てられないじゃないですか。それなぜかというと、ぬかるみでぐちゃぐちゃしてるからね。まずその下地っていうのをやっぱりね、整備していかなきゃいけないわけですよね。で、その上にですね、そのあらゆる準備をしていくことによって、土台をまた作っていくわけですよね。だからこの下地ですよね。それはその、感じるっていうことだと僕は思っていて、他人や社会のプラスやマイナスを解決したいから報酬をもらえますんで、どれだけそれが、敏感に察知できるのかっていう、やっぱり日々やっぱ忙しいですから、どうしてもその特定の分野、会社のことだったり家族のことだったり、こうなりがちですよね。それをね、解きほぐしていくっていう意味でね、やっぱその下地を作ってほしいな、いろんなことに興味関心を持ってほしいな。でその Q&A をやることによってですね、考える力っていうのがどん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 養われていって、何か機会があった時にそれを瞬時にですね、3ステップ、 Ask Get Give ですよね、ビジネスにできるようになっていきますんで、いや、やっぱり3分で今日やめようと思ったんだけど、やっぱ気がつくと、なんか結局やっぱ15分ぐらいの尺になっちゃうんだよね。だから15分以上はさすがに長すぎるなと思ってるんですが、もう13分でも長いよなということで、これにてやめたいんですが、東京のお土産でですね、これをもらったんですよ。ニューヨークキャラメルサンド、大丸にしか売ってないのかな。超うまいんですよね。はい、これなんですけど、僕は物をもらったりとかですね、全然ウェルカムですので、いつでもその事務所に遊びに来るときは手土産を持ってくるようにということで、いつもありがとうございます。それではまた。あ、そうそう、バオ君の本とか読んでみてね。じゃあまた。